ただいまより日本建築学会第40回情報システム利用技術シンポジウムオープニングセッションを始めます私はこれからの進行を担当させていただきます情報システムシンポジウムワーキンググループ主査の福田と申しますよろしくお願いいたしますまず最初に情報システム技術委員会委員長倉田成人よりご挨拶申し上げます倉先生よろしくお願いいたします え皆さん、本日は、始末の大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。えー、第40回をえ迎えることになりました、情報システム利用技術シンポジウムでございますが、バック・トゥ・ザ・フューチャー、次の40年へというタイトルで開会させていただきます。えー、このシンポジウムは、情報システム技術委員会がえ主催でございます。でこの委員会でございますが、こちらにございますように、 情報に関するさまざまな先端技術の動向を把握しながら建築の専門分野への応用について横断的な研究活動を進めているという委員会でございますそしてこの委員会の小委員会構成とキーワードを今ご覧いただいておりますこの赤いの名前が小委員会の名前でございますし青がキーワードでございますだいたいこんなことをやっているということをご覧いただければと思います それでこのシンポジウムでございますが、基調講演と、それから論文報告発表講演と、この入校生でございます。まずですね、基調講演でございますが、MIT メディアラボの石井先生に本日はお越しをいただいておりまして、これからご講演をいただきまますす石井先生本本日は本当にどうううもあありりががととごござざいいます。 なおですね、石井先生は株式会社フォーラムエイト様のお招きによりまして、この度は来日されておりまして、フォーラムエイト様のご講演もございまして、石井先生に本日のご講演をお聞きいただくことができました、フォーラムエイト様にも心から御礼を申し上げます。そして、石井先生のご講演に続きまして、東京大学の広瀬先生から、VR2.0 の世界。 と題しましたご講演をいただきます。VR は建築学学会でも非常にこう関心の高い分野でございますので、本当にありがたく思っております。ここえー、広瀬先生まだいらっしゃっていらっしゃってらっしゃないですね。<laughs> はい、あのこの後お越しになれると思います。<laughs> それから明日でございますが、明日も講演がございます。 明日は日券設計の福田様にご講演をいただきます、そしてファンライフの扇様にもご講演をいただくことになっております、そして論文報告発表講演でございますが、このような4つのオーガナイトセッションも予定されております、それから一般セッションといたしましては、このようなタイトルのセッションで発表が行われます。 それからですね、このシンポジウムの過去5年間の論文報告掲載数でございますが、このようになっておりまして、あのまあ、ちょっとどんぐりの性クラブ的なところでございますが、一応ですね、過去5年間で今年は最高ということでございます。それから筆頭注射の所属でございますが この青いところが大学院生学生でございますそれからこのオレンジ色が大学教員ということでまあこちらが多いのでございますが今年は公的機関の方それから企業の方の発表が増加をしております実はこの会場には企業の方の方がたくさんいらっしゃいますのでぜひ来年の情報進歩では企業の方のご発表をお願いしたいというふうにお願い申し上げますそれから キーワードでございますが、これをご覧いただきますと、GIS が10件でございまして全体の13%です。でそれからビムと VR が続きまして、それから少ないながらも脳科学、IoT、そして MR といったキーワードも扱われております。それからあの参加回数をアンケートを取らせていただきました。そういたしますと、こうしたもう10年、20年、30年と来てくださっている方々と。 同時に、今年初めてお越しになっている方が多いということがわかります、それからです、ね、本日のこのシンポジウムで協賛をいただいている企業の皆さんが、こちらの外のホワイエで,です、ね、技術展示をしてくださっています、ぜひです、ね、あの後ほど、あちらのホワイエで技術展示もご覧いただければと思います。 ということでございまして本日のシンポジウムでは次の40年に向けて建築と情報が融合した未来の建築のビジョンを考えるという機会にしていただければ大変ありがたく思っておりますそれではどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございました小倉委員長ありがとうございました